小2教ですね。大体これ何だ、これは何だ、これは何だ、これは何だ、あ、そうそう、あ、やっぱりやっぱ、これメタに弱いんだね、はい、メタに弱いんだな、それではどんどん行きましょうね。あと2曲ですよ。次はですね、クレナイトです。クレナイトは何か有名な曲があるらしいですけど、作ったのは僕の方が早いんじゃないかなとね、もう20代前半に作ったんで、ということで、あ、これですね、女性から男性に向かって歌ってる歌ですね。それで会えるのとか変わるのとかっていうのはクエスチョンマークついてますから、女性が男性に呼びかけてるというふうなイメージで聴いてください。糸編にこうと書いてくれないですね。聞いてくれない？ここで話もらってもね。まあ、これでいいんですよね、話もらうのはね。そうでしょ？もう泣いてるでしょ、私のあのダジャレで。ダジャレ言ったらダジャレでなんつって。それでは、ダジャレが止まらなくなるんで、くれない、聞いてくれない？夜風に舞う桜の花のように
紅の喜びと時々